はい、どうもこんにちは、ミカスです。今日はですね、今映っていますうちの、ホームシアターの、ホームシアターというかテレビ、レグザの55インチ Z1 っていう、もう何年だろう、7、8年かな、もうちょっとかな、になるテレビなんですけど、これを交換していこうと思います。最近はですね、寝室に 4K テレビをね、パナソニックの43買って、ソニーの49買ってっていうの動画出してるんですけど、ちょっと連続しちゃうんですけど、うち中のね、いわゆるテレビを、4K 化すると。 4K って言ってもね、チューナーは全部ついてないので、別に 4K 放送 BS で始まってもまず見ないので、ビデオオンデマンドとかね、もしくは UHD のブルーレイとかねを再生するのに、4K 化しているということで、今回導入しました新しいテレビっていうのが、はい、こちらでございます。ソニー最強モデル、フラッグシップ有機 EL の、4K 65インチ KJ65A8F っていうモデルになります。なんでね、ソニーを選んだのかと、これからレグザも出てくると思うんですけど、一番はやっぱりね、画面から音が出るっていうところ、あとはもともと 4K の総数を一番綺麗に映してくれるんじゃないかなっていうところでソニーにしてみました。あとはね、このテレビもAndroidテレビっていうことで、もっさり感があるのかないのかっていうのを含めてね、今回はどんなテレビなのか見ていこうと思います。ではね、設置していこうと思うんですけど、まずはレグザを下ろして、ソニーを開梱して、とりあえずつなげてみようと思います。さあ、やばいです。もうこの時点でね、ここすっげえ薄いんで、下手に持つとバキッといきそうですね。でね、30キロ弱あるんですよね。箱から出すというより箱分解した方がいいですね、ドリフ的に。さあ、裏面こんな感じでございます。画面がね、薄いんですよ。薄いから持つのが怖い。で、こういうところとか、いろいろね、いちいちカバーがついてくるんですよね。だから配線とかが全部見えなくなる仕様になっております。素晴らしい。ここのスリットがサブウーハーっていうか、ウーハー部分ですね、スピーカーので。それ以外の音っていうのは画面から出ると。さあ、 B キャスカードを挿して、地デジ、それから BS のね、アンテナの線をつないで、電源をつないだんですけど、ですね、配線の位置が今までのレグザとこれ逆になっちゃって、ちょっと HDMI ケーブルがつながんないっていうね、HDMI ケーブルを買ってこなきゃなんないっていうちょっと状況になってしまいました。これからね、このテレビご購入考えておられる方、テレビに向かって左側、裏から見て右側に端子がついております。さあ、 HDMI ケーブルついでの話になるんですけど、うち、2K テレビだったわけですよ。で、今回 4K になって、でさらにもう買ってあるんですけど、ブルーレイのね、プレイヤーもちょっといいやつを、テレビが一番いいやつなんで、ブルーレイのプレイヤーも一番いいやつっていうことでもう買ってあるんですけど、持ってる線が HDMI1.4 かな、ハイスピードで、 4K の HDR をこう伝送できないんですよね。だから、どっちみち線は買わなきゃなんないんですけど、とりあえず今あるプレステだったりとか、AV アンプがちょっとつながんない状況でございます。そんな感じなんですけど、で、配線はね、とりあえず終わったんで、これカバーをつけられるんですよね。ちょっと HDMI ケーブルつないでないんであれなんですけど、まずはここのカバーがつきます。こういう風にね、かっこよくつくんですよ、カバーがね。だから端子が全部ホコリまみれになるっていうこともないわけですよ。この足のところにもこうカバーがつけられるんですね。で、ちゃんとここにね、配線抜く穴がついているので、で、ここにね、こういうパッチンが最初からついております。これ便利だな、最初からついてるんですよね。で、こうズボッと入れて、パチンみたいな、ちょっとまた後で開けるんで、こんな感じで。で、さらにこの横のところ、 B キャスカードとかね、この、USB ハードディスクとかつなぐところも、こういう風にカバーがつくと。素晴らしい。
フルカバーじゃないですか。フルカバーかっこいいな。さあ設置完了しました。どうなんだろう、大きさ的に。やっぱりまあ大きくはなったんですけど、うわでかっていう感じではないですね。ただ65インチよりでかいサイズになってくると、もうね65ぐらいで 4K の限界で、あとはもう 8K にしないと、つぶつぶ感がやっぱね目立っちゃうと思うんですよね。間延びしちゃうというか、はい。でここでちょっとね、リモコンを見ていこうと思います。はい、こんにちは。これが、今回の有機 EL テレビのリモコン。まあ相変わらずのソニー的なねリモコンなんですけど、まあこの辺のねこうアプリボタンが非常に増えている感じです。あ、じゃあ2017年モデルの2階の寝室にこの間買ったね49インチの9000のリモコンと比べてこんな感じでございます。ね、質感はねちょっと良くなった気はするんですけど、やっぱりなんかちょっとリモコンに残念感が残る。で後ろね、この9000のリモコンはここにボタンがあって、ここをパコッと押すとこう開くみたいなね、ここがね、そういう感じだったんですけど、コストダウンなのか昔ながらのスライド式になっちゃいました。そんなリモコンですね。やっぱねレグザと比べると、レグザのリモコンかっこよかったんだよな。ボタンはね半透明で、この奥にね文字とかが見えてるんですけどね、ヘアラインな感じで、それがねソニーのリモコンはこんな感じなんですよね。はい。さあそしてデザインの方なんですけど、もうデザインはね素晴らしいです。まず足が低い、低いというか薄い、ほぼ直置きみたいな感じですね。で縁薄い、すごく薄いです。形はねすごくかっこいいですね。さあでは初電源オンいってみましょう。こんにちは。生きた。あ、もうすでに綺麗だな、やっぱり有機EL は。さあ Android テレビなので、まあこの間紹介したテレビと同じ感じのスタートですね。さあ2階の9000はですね、すごくこれ時間かかったんですけど、お やっぱり押せんだ。この辺はね他のテレビ、他のメーカーの方が圧倒的に早いです。一番最初の受信設定、それがでも Android のせいなのかどうなのかはちょっと分かんないです。まあでも9000よりは早いですね。さあ設置方法、テーブルトップ、さあバージョンアップが1個来てたんで、あらかじめ、バージョンアップしときます。で今ね Wi-Fi じゃなくてね、Wi-Fi、うちの Wi-Fi2 つあって、ルーター2つあって、NEC とエアバッグがあるんですけど、NEC の方がコキ付きなんですよ。なんていうのかな、5ギガで1階と2階、まあ2階なんですよ、光が。で、ルーターがね。で、コキが5ギガでルーターとつながって、そのコキから有線でつなぐっていうことができるタイプになってます。どうもね、1階にあるうちの iMac は5ギガで素晴らしく、速度出るんですけど、どうもねソニーのテレビのね5ギガの回線は遅いみたいで、2回でも5ギガにすると速度出ない感じなんですよね。なのでちょっと有線で繋いでみてます。でダウンロードがどのぐらいの容量なのか分かんないんですけど、結構時間かかってるんで、有線やめて Wi-Fi にするかどうしようかってちょっと今悩んでる感じです。さあということで、NHK が映りました。最初から結構綺麗な感じに映ってます。やっぱりね東芝に比べると地デジのアプコンっていう部分ではちょっとね、地デジに関してはやっぱ東芝の方がいいかなっていう感じなんですけど、まあソニーもねなかなかいいです。9000の時とレスポンス段違いでございます。サクサク動きますね。こんだけ動けば十分じゃないのかな。さあ、まあ画質はねこんな感じで、
9000に比べて地デジの写りっていうのは、まあ、あの同じ 4K で49インチと65インチっていう風に考えると、やっぱり一つ一つのね、画素が粒がねこう間延びするんで、そう考えるとそれと同じぐらいに見えてるんで、そう考えるとなかなかいいんじゃないかなといった感じです。ただやっぱり 4K テレビで、有機 EL って地デジじゃね、地デジじゃ宝の持ち腐れなわけですよ。今こうやって見てて、じゃあ有機 EL いいのかっていうと全然そんなこともないわけなんですけど、その前に音なんですけど、まあ、最初に言った通りこのテレビは画面から音が出てて、スピーカーっていうのが基本的にまあウーハーの裏のやつしかついてないわけなんです。で画面が震えてスピーカーとして機能してるわけなんですけど、すごいのは本当ね、まあ2つついてるんですよ、その画面をスピーカーにするためのアクチュエーターってやつが。で両側についてるっていうことは、普通に考えると両側から揺れてきて干渉するところが出るはずなんですけど、そこはソニーがなんかすごい工夫してて、うまいことねサラウンドになるようにしてあると。ちょっと細かいとこまでは分かんないんですけど、で音質っていう部分なんですが、ちょっとね後でサウンドバーの音と比べてみたりしようと思うんですけど、まあ音質も切り替えというか調整ができるわけですね。うん、まあちょっとテレビ見ながらじゃなかなかね分かりづらいんで、これは後で、細かく調整しようと思います。実際あの画面を触ってみると分かるんですけど、本当にスピーカー触ってるみたいにビーってね振動してるんですよ。見た目には全然分かんないんですけど、本当画面が本当スピーカーみたいな感じにブルブルしてます。ビデオオンデマンドの 4K って実はね、解像度は 4K なんですけどビットレートが結構低いんで、あの 2K のブルーレイより画質は悪かったりするんですよね。まあ、なんですけど、それをテレビ側でいかに綺麗に映すかっていう部分がね、こういう今時のテレビのね課題なんじゃないかと思うんですけど、ちょっとそれをね試してみたいと思います。ちなみにリモコンなんですけど、前のタイプと違って、前のタイプってこのジョイスティックというかね、この周りにこのボタンが丸く同じように配置されてたんで、すごい押し間違いがあったんですけど、今回のはね押し間違いはないですね。その辺すごく良くなってます。あーなるほど、やっぱり有機 EL いいな。まず色がねちょっと鮮やかな感じで今セッティングしてないんであれなんですけど、コントラストもすごくいいし、発色いいな。まあで有機 EL の一番売りというかね、一番いいところって黒がより黒いっていうところだと思うんですよね。あ、黒い、黒が黒い。やっぱり9000とはちょっと全然違うな画質が。いやさすがに50万するだけありますね。こんなビットレートの低いビデオオンデマンドでもこんだけの映像が映るっていうことは、おそらく UHD のブルーレイを再生するととんでもないことになるんじゃないかと。ちょっとね、この次回その辺はね、ビデオオンデマンド VS、UHD ブルーレイでちょっとやってみようと思うんですけど、まあ画質いいです。ボリューム上げても音割れないし、で作った寒天はまるで太平洋を封じ込めたかのようにキラキラと輝いている。そしてクリスタルの海を自在に泳ぐマメなお前は赤エンドウ豆。そうお前がいなきゃ、あの普通のいわゆる薄型テレビについてるこう楕円形のちっちゃいスピーカーなんかと比べると全然音いいですね。もちろん BOSE のサウンドバーとかと比べちゃうとちょっと物足んない感じではあるんですけど、なんかちょっと音の解像感がやっぱ足りない硬い感じの音なんですよね。だけど普通のスピーカーに比べたら全然音はいい感じです。さあ YouTube のアプリも、9000に比べてサクサクに動いております。素晴らしい。さあ YouTube のねちょっと重めの 4K60 コマ、普
通の 4K はね問題ないんですけど、 4K の60コマっていうのはやっぱ重いんですよね。さあここで 4K にしてと、で、今ネット動画の画質設定は何もしてない状態です。さあどうかな。 4K の30コマは軽いんですけど、うちの 4K 動画は60コマなんで重いんですよね。止まらないで、9000の時は止まらなかったとしてもいちいちカク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 しちゃうんですよ。要するに映像が重いんで、なんだろう、コマ落ちしちゃってたんですよね。それもないです。素晴らしい。ですね、まず第一に、とても画面から出てるとは考えられないような音質で音が出ます。ちょっとやっぱり全体的に音は硬いんですけど、ツイーターもねえのにどっからこの高音出てんだろうっていう感じの、あの音出てますね。ただその本当のオーディオではないんで、透き通った音がどうだとか、中音でね、その例えばツヤがどうだとか、アコースティックギターの響きがどうだとかっていうような話ではないんですけど、テレビのスピーカーとして考えるとかなり高レベルなんじゃないかなと思いますね。で、今ね、ごくごく低音で 80Hz ぐらいかな、もうちょっと上かな、ものすごいあの低い音を再生したんですけど、あまり音低いところはちょっとね、やっぱりウーハンが割れちゃいますね。まあ普通にテレビとか見る分には問題ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、音はね、だからいい部類に入ると思います。とてもテレビのスピーカーとは思えません。ソニーのね、有機 EL 素晴らしい。もっさり感はほぼないです。もちろん多分ね、他のメーカーのもうちょっとレスポンスいいと思うんですけど、ただもっさりかっていうと、もっさりっていう感じではないと思います。これは素晴らしい。画質もいい、音も普通より全然いい、いいですね。ちょっと値段高いんですけどね、まあ高いお金出すだけの価値はあるんじゃないかなといった感じでした。ということで次回ちょっとその 4K ブルーレイね、をつないで
いよいよ本領発揮っていう動画をお見せできるんじゃないかといった感じです。以上です。じゃあいね。さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあいね。